平野紫用のキャバクラ疑惑に反撃心。滝沢秀明氏の影響が拡大化。近日、ジャニーズ事務所に所属する平野紫用のキャバクラ疑惑が浮上し、その陰には戸部の滝沢秀明社長の影響が指摘されています。先日の投げ銭騒動は個人的な活動として問題ない範囲に収まりますが、その影響が所属タレントにまで及んでいるとの疑念が広がっています。 本校では、その疑惑の根底にある出来事やファンの反応を掘り下げ、事実と仮説を明らかにします。ファンクラブ動画からの伏線疑惑のきっかけとなったのは、滝沢秀明氏の投げ銭騒動後に発覚した平野氏用と神宮寺雄太の過去の言動です。昨年12月、キング、リンチェプリンス、会員限定動画においてメンバー、 5人が乗馬体験を行った際や、A さん同じ名前のスーマが登場し、平野がああ、A ちゃんないんだと、発言発言。神宮寺もこれに反応し、意味深な笑みを浮かべた瞬間が話題となりました。同様に、レギュラー番組でも、アリちゃんというインド料理に関するエピソードで平野が、A ちゃん A ちゃん、えー、ゃんトレンコシ山崎広成に突っ込みを受ける場面がありました。 これらの言動は当初、ただのボケと受け取られていましたが、滝沢氏の投げ銭騒動によって再評価され、疑惑が浮上したとされています。特に A ちゃんに対する言及は、後にキャバクラ城との関係に結びつくことになります。キャバ城との関連性の解明滝沢秀明氏が惚れ込んでいるとされるキャバクラ城は、 歌舞伎町店に所属しており、六本木店には A という名前の別のキャバクラ城が在籍していました。興味深いことに、この六本木店は金プリ5人の最後のベストアルバムジャケットの撮影現場として使用され、店舗の公式サイトでも告知されていました。 滝沢氏がお気に入りのキャバ嬢を通じて A さんと平野神宮寺をつなぎ、ジャケット撮影に使用するほどの中になっていた可能性が浮上しています。この関係が違法性を伴うものではないとしても、ファンの中には不満や疑念が広がっています。特に、熱心なファンが見るはずのファンクラブ会員限定動画で平野が特定の女性の名前を連呼するなど、 公私混同が疑われる行動にファンは悲鳴を上げています。ファンの反応と懸念疑惑が広まる中、SNS 上ではファンたちの懸念や失望の声が紛失しています。女遊びでもキャバ通いでも彼女でも何でもいいけどファンから見えないとこでやってくれといったコメントが見られ平野のファンたちがアイドルとしての信頼を問い直していることが伺えます。 さらには、A ちゃんのことを収録中にほのめかしてるならマジで気持ち悪い、といった具体的な指摘もあり、講師の垣根を超えた行動に対する不快感が現れています。問題の映像は、ジャニーズ事務所退所発表前のものであるため、都米の遺跡が進行中であったことが示唆されています。この期間において、滝沢氏が平野や神流寺との関係を築き、 キャバクラでの打ち合わせを通じて引き抜きの話を進めていた可能性が考えられます。まとめと、今後の展望疑惑の下中にある平野仕様に対しては、違法性こそないものの、ファンとの信頼関係が揺らいでいる現状があります。一方で、滝沢秀明氏の影響が大きかったとされることから、今後の展望も注目されます。 ファンクラブ会員限定動画や SNS 上でのファンの反応が具体的な手がかりとなり、平野や戸ベがこれにどのように対応するかが鍵となります。キャバクラ疑惑については、事実と仮説の狭間で複雑な要素が絡み合っています。滝沢氏の投げ銭騒動がきっかけとなり、過去の言動が再評価される中、平野潮と戸ベの今後の行動が注目を集めています。 今後の展開に期待と不安が入り込んじる中、ファンとのコミュニケーションや透明性の確保が信頼回復の鍵となることでしょう。